熊本市交通局1090系電車は、熊本市交通局に在籍する路面電車車両である。1955年に188型として導入された車両と1957年に190型として導入された車両の二つに対別されるが、ワンマン運転体を改造の際に一括して1090型に改められた。1 9 0系の内先に登場したのは、 1988系のグループで、これは、熊本市交通局が1955年9月に導入した車両である。導入数は2両。前年導入の180系の続番であるが、形態が大きく異なるため別形式とされた。1949年導入の120型から数えて、熊本市電では7形式目のボギー車である。 続いて1957年4月に990軽技量、同年10月に同三両が導入された。これらに形式7両の導入により、熊本市電が保有するボギー車は計34両となった。メーカーは東洋後期で形式は別だが、988型も990型もほとんど同一設計の車両である。そのため、 ワンマン運転拡大のため1967年から翌年にかけて施行されたワンマンカー改造の際に一括して1090型に改められた。改造に際し本形式以前の車両は原番号に900を加えた番号に変更されたが、988型については製造順に逆らい990系合量の続番とされた。 1970年代前半にかけて実施された路線縮小と3系統以外の路線廃止後も全車残存し、加えて1978年から翌年にかけて全車に冷房設備の設置も行われた。廃車はなく2018年4月1日現在7両とも熊本市交通局に在籍する。1 9 0型は反抗性、低床構造のボギー車である。 全長は12.0メートル、最大幅は2.3016メートル、高さは車体高さ3.142メートルパンタグラフ、折りたたみ高さ3.805メートル、時長は15.3トン、冷暖房設置後は16.4トンである。車体塗装については、各車体塗装の変遷にて、ベッドシルス。車体全面1096号車体前面は、中央に、 幅広の大型窓を配する3枚窓のスタイルである。終電用トロリーポール操作のために、加工窓を採用していた180型までの車両とは異なり、本形式では、中央窓は押し出し式で開閉する1枚窓に変更、両脇の窓も上部固定、下部上昇式の2段窓とされた。両脇の窓については180系以前の形式で、 この形状を採用する車両もあるが、本形式に習って後から改造されたものである。窓の下にウィンドウシルがつく。窓や窓周りはワンマンカー改造工事の際のワイパー設置や可動式、バックミラー設置をはじめ、製造後の改良が多数、あり形状が変化している。中央窓については、1999年時点で全車固定窓になっているのが確認できる。 また両脇の窓については、1096号に限って、上下に分かれていない、固定1枚窓に改造されている。前小灯は、倉庫中央部に配置。尾灯については、原型では、前小灯の正面から見て、左横に取り付けられていたが、ワンマンカー改造の際に前小灯両脇の2箇所設置に、改められた。この尾灯は停止灯と一体となったもので、 改造当時に広く利用されていたバス用尾灯方向指示器の部品を転用したものである。方向膜は、心臓時より、中央窓状に配置する。車体側面、側面の客室扉は片側2箇所ずつ、計4箇所に設置。配置は、左右非対称で、進行方向に向かって、左側では、車体前方と中央部後より、右側では、中央部前よりと後方になる。 熊本市電では標準のドア配置であり、ワンマン運転時は中扉が乗車口、前扉が降車口となる。扉は引き戸で、幅は前後の扉が 85.0cm、中央の扉が 109.0cm。側面窓はドア間に5枚ずつ、その反対側に4枚ずつの配置である。窓は2箇所の戸袋窓を除いて、 上下に分かれた二段窓で、上段は固定だが下部が上に開く。窓の形状は本形式より、上段 H ゴム指示、下段アルミサッシの仕様が採用された。990系のグループは中扉、右手窓上にも方向膜を設置していたが、ワンマンカー改造時に廃止された。車内車内の様子客室は、最大幅2.03メートル、長さ9.84メートルである。 車内の座席は左右ともロングシートで扉間に長さ3.75メートルの座席をその反対側に長さ2.79メートルの座席を配置する車内照明は本形式まで白熱灯を採用し200系以降は蛍光灯に切り替えられた本形式以前の車両が蛍光灯化された後も長く白熱灯を使用していたが1987年に 傾向投下された。定員は、元は座席28人、率席42人の計70人であったが、ワンマンカーへの改造で座席32人、率席40人の計72人となり、さらに1978年6月の定員変更で座席32人、率席37人の計69人に減少した。 FS-74 型台車写真右手が運転台側。左手の同軸と台車枠端張りに手電動機を吊りかける。台車は全車住友金属工業製 FS-74 型を履く。FS-74 型の採用は本形式が最初で他に1200系、1350系の半数も装着する。 熊本市電向けに開発された台車ではあるが、当自動車が他の事業者にも広く納入していた上下の揺れ枕に挟む枕羽根にコイル羽根を用い、軸箱指示方式には軸羽根式を採用するという形態の台車の一つである。軸距四は 1400mm、車輪径は 660mm。台車設置の基礎ブレーキ装置は型押し、式踏みずらブレーキを採用し、 一台車につき一個、樹軸側にブレーキシリンダーを設ける。主電動機は、出力 38kW の東洋電気製造製、SS-50 型を一両につき2機設置する。この電動機は、当時の標準機路面電車用標準電動機で、その主要所元は、電圧 600V、電流 73A、回転数 820RPM である。 歯車比は59,14で、駆動は吊り掛け駆動方式による。制御機は、東洋電気製造製の直接制御機、DB1K4 型を設置。制御方式は、直並列組み合わせ制御であり、制御機のノッチは、直列4ノッチ、並列4ノッチ、制動7ノッチとなっている。ブレーキ装置は、日本エアーブレーキ製の SM3 直通ブレーキを、搭載する。 ブレーキ弁は広く一般的な PV-3 型を用いる。これらの主電動機、制御器、ブレーキ装置の使用は本形式を含む1950年導入の1050型から1350型に至るまでの各形式で共通する。終電装置は、心臓時、本形式から採用された肘型パンタグラフを使用していた。東洋電気製造製の PT-34。 B 型という形式であったが、故障が多く、一部はビューゲルに取り替えられた。その後ワンマンカー改造の際に、Z 型パンタグラフへと変更されている。本形式に限り、冷房化以前における Z 型パンタグラフの取り付け位置が、車体中央部であった。熊本市電では、1966年2月より1000、型を用いて、ワンマン運転が開始された。以後、 1000型に準ずるワンマンカーへの改造工事が既存車両に対して進められ200系350型に続いて本形式にも施行された。190型への施行は1967年8月から翌年1968年1月にかけてで改造後は9番号に900を足した番号へと変更された。 ついで1968年2月3月に188型にも施行され、1090型に編入の上その続版とされた。在来車に対するワンマンカー改造は、交通局で施行されたものと北九州の九州車両で施行されたものがあるが、本形式は全車交通局で施行された。改造内容は前述の微糖の変更、ワイパー、 可動式バックミラー取り付け、終電装置の取り替えのほか、前面のワンマン表示窓設置、側面の入り口、出口表示やスピーカーの設置、車体塗装変更、車内の降車合図ボタン設置などである。運賃箱は、施行前の1966年8月に当時、在籍の全車両に取り付けられていた。ワンマン運転方式は、料金後払い制の後乗り、前寄り方式。 加えて1976年10月の運賃改定で運賃制度が均一性から大距離区間性に改められ整理券方式が採用された。この大距離運賃制時代には車内に整理券発行機や運賃表示機が備えられていた。熊本市電では利用客の減少から3度にわたって路線が廃止され、一時は全廃計画まで立てられたが、 一転して存続が決まると利用促進に向けた積極投資が続けられた。その代表的なものが冷房化であり、1978年から1980年までの3年間でほとんどの車両に冷房装置が搭載された。一般的な鉄道車両の冷房装置は、 交流電源のモーターを使用するため直流の河川電源を交流に変換する補助電源装置を必要とするが、路面電車車両の場合には設置スペースや重量の増加、あるいは価格の面で問題があるため、熊本市電では富士電機へ開発を依頼し、同社が新開発した河川電源直流 600V で稼働する冷房装置を設置することとなった。本形式に対する 冷房可視光は1978年、または翌1979年で7両とも FAD 2225から2系、集中式冷房装置が設置されている。冷房に続き、熊本市電では1979年1月以降、座席下に電熱式暖房装置を設置する車両も順次登場したが、この暖房設置改造も本形式では7両全車に、 行われている。方向幕更新前の1091号多形式と共通の改造であるが、1990年代施行の改造には、1991年4月からの列車無線導入に伴う機器設置、1998年3月からの乗車カード、トゥークマカード導入に伴う乗降口へのカードリーダー設置がある。 2000年代以降の自伝前車共通の改造には以下のものがある。さらに2012年度より本形式を含む旧型半構成車22両を対象に2015年度までの4年計画で上高口ステップかさ上げ、内外装の再塗装、シート、床の張り替えなどからなる自伝車両リフレッシュ事業が行われた。新造時の車体塗装は当時のボギー車の共通塗装である。 下部をパープルブルー、上部をクリーム色、屋根部分をライトグリーンに塗ったものであった。その後はマンカー改造の際に、クリーム色を基調とし紺色の帯を巻いた塗装に変わった。1980年代には帯の色を緑色に変えたものもあり、これらのクリーム色に紺色ないし、緑色の帯を巻くのが、反抗請求型車グループの標準塗装であった。 標準塗装の他一部に全面広告電車もあったが1980年代、初めに消滅、以後は、車体側面の一部に広告ペイントを施したカラー電車が走ったが、車体広告は1989年に一旦、全廃された。1989年、熊本市政100周年及び、熊本市交通局開局65周年の記念事業の一環として、 自然塗装デザインコンテストが開催され、1093号と1080系1084号、1200系1201号、1350系1351号の4両がデザイン車両として9月23日から運転を開始した。1093号のデザインは虹色の温線で自然との調和を表したデザインであった。1990年、 1 9 7号の車体塗装が1980年代導入の8200系、8500型に準じたアイボリーに緑の帯を巻いたものとなった。この塗装が旧型半構成ボギー車グループの標準色となり、本形式では1994年4月時点で全車この標準色へ統一されている。塗装とは別に、熊本では1999年4月に、 フィルムラッピングによって全面広告電車が復活した。本形式についても広告電車として用いられることがある。書籍雑誌記事ありがとうございます。